だバイゼルに着かないの？どうなってんのかな？精霊の気配を感じるよ。でもなぜかとても弱いの。こんな奥のところに精霊さんがいるんですか？わからない。もうちょっと様子を見るしかないわね。何かいるよ。気をつけて。めんどくせえ。すぐに戦ってやるぜ。しばらくここで修行してもいいんだけどな。
邪魔ね。エッチは届いてるね。それほら、お星様。遭遇しないでしょ。いい買い物したわ。なかなかの品だな。全滅させたようだな。
何これ、公開日誌？どうも、私幽霊マニュアのマタロウと申します。とうとう念願の幽霊になることができました。十分満喫しましたので、そろそろ帰ります。この感動をあなたにも、さようなら。わわわ、人に呪いを移されたのね。この呪いをかけられたら、別の誰かに呪いを移さないと一生この船から出られないよ。あ、ずるい、みんな逃げたわね。もうなんてひどい人たちなの。どっちもどっちだと思うけどね。あなただって今一瞬仲間を犠牲にしようとか考えたんじゃないの？バレちゃった？とにかく、この呪いの元になるものはこの船のどこかにあるはずよ。それを残されたみんなで探しましょう。頼んだわよ。もし探すのが嫌になったらいつでも変わるから行ってね。探索するの心細いでっち。早く呪いの元を見つけてあいつを解放してやろう。この船には妙な魔物が嫌がるから腕が鳴るぜ。めんどくせえ。すぐに モンスターがたくさんいて面白いところだな。
すぐに叩き切ってやるぜ。ようこそ我がさまよえる魂の船に。仲間の呪いを解いて俺たちを解放してくれ。方法は一つだけ、私を倒すことだ。
よくぞ、我が迷える魂を解放してくれた。喜んで力を貸そう。仲間の呪いも解けたであろう。もう、冗談じゃないわよ。幽霊なんて、もうコリコリだわ。さんがここにいるということは、闇のマナストーンもこの船の中に？闇のマナストーンは失われし石、もはや現世には存在しないだろう。ん？かつて世界大戦が起こり、古の神獣以来世界が二度目の危機を迎えた時に、闇の力が増大し、闇のマナストーンだけ封印が解けてしまったのだ。では闇の神獣が。いかにも。大昔、人間たちは古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを平和に使う。やがて人々はエネルギーを奪い合うようになった。闇の魔物たちはここにつけ込み、世界を戦乱の渦へと巻き込んでいった。
光の司祭も同じことを言っていたな。ついに闇のマナストーンの封印が解け、神獣と闇の魔物たちにより世界は滅亡寸前にまで荒廃した。それ以来マナストーンは失われ、住処をなくした我が魂はこうしてさまよえる幽霊船となり、長い時を後悔してきたのだ。その後、闇の神獣はどうなったの？滅亡寸前で回避できたのは、なぜ？わからない。なぜか突然と闇の神獣は魔物たちと共に消えてしまった。それから長い年月が過ぎ、世界は蘇った。だが、闇の神獣は消えたわけではない。おそらく、この世界とは別の異世界で、再びマナストーンに姿を変え、この世界のどこかに影を落としていることだろう。だとすると、人間たちにはマナを減少させる方法がないのに、こんなにもマナが少なくなってしまったのには、闇のマナストーンが関与している可能性があるわね。でも、どうして？魂が解放された。この船が消えてしまう。様子じゃ噴火が近そうだ。なんとか早くこの島から脱出しなきゃ。行くわよ。いける。
やってきたぜ。